はい、レオンチャンネルです。僕のレオンチャンネルのうちで過ごそうは、こういうね、外出なかなかできない時期だからこそ、普段遊んでるデラックス玩具とか、飾りっぱなしのデラックス玩具を、ちょっと綺麗にしませんかっていうね、そういうやつ。これこそおもちゃ好きのうちで過ごそうでしょう。こういうクリアパーツのところにね、ホコリがつきやすいのよ。こういうところを拭きつつ、変身音聞いちゃうみたいな。で、全然作業が進まないみたいな、そういう流れいいと思います。ほんとね、クリアパーツね、よくホコリがつくのよ。こういうメモリガジェットのこういうところだったり、あ、そういえば飾りっぱなしだった。マッハドライバーとかもね、ほら、こういうところ、こういうところをね、徹底的に、ゴーストドライバーとかもこう裏側からね、拭くとやりやすいんだけど、こういうところを、綺麗にしてあげると。意外と時間がないとさ、やんないから、今みたいな少し、うちでどうやって過ごそうかなって休日考えてる人は、デラックス玩具のクリアパーツをきれいにする。これがね、いいと思います。で、クリアパーツじゃなくても、こういうね、ほら、こことか、このブラックのとことか、ちょっと置いとくとね、すぐこうなるでしょ？で、こうなって、きれいになったら、電源オンで、ガイさんのハーモニカ聴いたりとか、オーブニカとか聴いたりするわけよ。で、クリアパーツだけじゃなくって、こういう溝になってるとことかも、ほら、綺麗にしてあげて、これ、お父さんお母さん、ちびっこに見せてあげて、レオンさんこんなにおもちゃ大切にして、綺麗にしてるんだから、あなたもこれ、拭いて、みたいな。そういう、のにね、してあげてください。ほーら。ピカピカになったら鳴らす。あとはちょっとね、1000% さん、第2章、お疲れ様でした的な感じで、こういうところも拭いてあげるといいと思います。以上、レオンチャンネルのうちで過ごそうでした。